はい、こんにちは、パーカッション高見です。12月ということで、今回は、じゃん、スレイベルの解説をしていきたいと思います。プロアマ問わずですね、演奏の機会増えると思います。で、この動画の前半では、初心者の方向けの基本的な演奏方法の解説。で、動画の後半では、中級者、上級者の方向けの、ちょっとマニアックな演奏方法の解説をしていきたいと思います。はい、基本的なところからいきますと、棒状のものに鈴をたくさんつけたものがスレイベルという楽器です。で、別名でジングルベルとかコンサートベルと言ったりもします。で、この鈴の種類なんですけども、一般的にはこういった銀の鈴か、こういう金の鈴があります。それぞれ材質が違いまして、銀の方はスティール、鉄です。このようにかなり明るく、はっきりくっきりとした音色。で、金の方は真鍮という合金ですね。銅とか亜鉛を混ぜたものになります。こちらの方が比較的落ち着いた音色ですね。で、いろんな種類の倍音が出ているので、響きが豊かに聞こえるかなと思います。で、特にこの真鍮の方はですね、メーカーによって、この合金の金属のですね、配合の割合が変わってきますので、当然音も変わってきます。例えば、これ同じ真鍮のものなんですけども、はい、こちらの方がよりたくさんの倍音が乗って幻想的な感じに聞こえるんじゃないかなと思います。で、これから楽器を購入する選ぶという場合はですね、できれば楽器屋さんに行って複数の種類を叩き比べてみるのがいいと思うんですけども、それができない場合は、例えば YouTube でスレイベルスペースメーカーの名前で検索すると、大体ですね、そのメーカーのものの音が聞けると思いますので、楽器を選ぶ参考にしてみてください。はい、では基本的な演奏方法の解説です。まずはこの鈴がついている部分をですね、こう、くるっと、下の方に向けて逆さまの状態にします。で、この取っ手を片方の手で持って、もう片方の手で叩きます。で、この持つ方の手はですね、おそらく、利き手じゃない方の手で持つのがやりやすいかなと思いますけれども、まあ、どちらでもやりやすい方で大丈夫です。で、空いてる方の手で、こう、扉をトン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 とノックするように軽く、この上から、叩いてあげて鳴らします。なので、この持つ方の手、取っ手のところがですね、こう、手より飛び出しちゃってると、こう、叩くときにこっちが痛いので、できればこの取っ手の部分は、こう、手の中に収まるように、してあげるとやりやすいと思います。はい、もう基本的にはこれだけです。このトン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 の感覚が均一になるようにしてさえあげればそんなに難しくないかなと思います。で、このスレイベルの向きなんですけれども、今こうまっすぐ垂直方向ですね。これだと、こうシャンシャンシャンと比較的音の長さが短めなんですけれども、これもうちょっと長くしたいという場合ですね、この持ってる方の手をこう、ちょっと斜めにしてあげると、ちょっと音の長さが長くなります。この鈴の中のですね、玉が大きく動くと、その鳴ってる時間が長くなるので、音が長くなりますので、この持ち手の傾き具合で音の長さを調整してあげてください。はい、真鍮の方もちょっと叩いてみます。はい、では続きまして、シャン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 とこう連続的にやるのではなく、一発だけシャン、シャンと鳴らしたい場合はですね、片手で鈴を上向きに持って、こうドアノブを開けるときとか、鍵を開けるときにこう手を回転させると思うんですけれども、まあその時のような感じでですね、こう、クイックイックイッと手を回してあげると、こういい感じに鈴が鳴ってくれます。はい、ではここからは応用編、実践編やっていきたいと思います。スレイベルをですね、シャン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 と鳴らすのの最大の難点っていうのは、両手を使わなくてはいけないっていうことなんですね。これパーカッションやったことある方ならわかると思うんですけども、例えばクリスマスの曲をやるってなった時に、一曲通してずっとシャン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 やってるわけではないじゃないですか。まあよくあるのがイントロだけシャン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 やって、その後違う楽器に持ち替えて、違う楽器を演奏するとか、
違う楽器をやってる中で、場面が変わったタイミングでスレーベル持ち替えてシャン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 とやるというような感じだと思います。で、このスレーベルをですね、両手でやらなくてはいけないって結構デメリットで、こう持ち帰るのも大変だし、他に何もできなくなってしまうのでですね、できれば片手で演奏できないかなってみんな思うと思うんですね。はい、実はこれ慣れれば片手でもできます。はい、まあ、見てしまえばそんな大したことではないんですけれども、この鈴の中のボールがですね、ちょうどバウンドするようなタイミングで手首をクイクイクイと動かしてあげると、片手でもできます。けども、まあ、両手使うよりもですね、やっぱ難易度は高いので練習は必要かなと思います。ポイントとしては、この取っ手の部分をですね、なるべくこの下の方、端の方を持つと、歯切れのいい音が出やすいです。で、こう片手でやりながら、もう片方の手でウィンドチャイムとか、なんかキラキラ鳴り物を鳴らしたりすることができるというわけですね。で、それ以外のアイディアとしては、例えば足ですね、太ももにこのベルを当てるとか。まあ、アクションが大きくなるのはちょっと大きい音にはなってしまうんですけれども、この音色が毎回整えやすいので、まあ、座れるのであればですね、足を使うのがいいんじゃないかなと思います。あとこういったドラムで使うようなスタンドとかアタッチメントを駆使してですね。はい、このようにスレーベルマウントしてしまって上から叩くと。はい、これ難点としてはですね、手が痛いっていうのと、見た目がめちゃくちゃオーバーなので、まあこれ用意するぐらいだったらですね、片手で鳴らせる方法を練習した方がいいかなって感じなんですけども、まあアイデアとしてはこういうのもあります。はい、で、長いタイプのスレーベル限定にはなってしまうんですけれども、こういうふうに床に置いて、この柄の部分をですね、踏むと、一応こういうふうにシャーンと鳴らせます。実はこれクリスマス以外でもですね、僕アコースティックライブとかでめちゃくちゃよく使ってます。ただ連続でシャン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 と、早く鳴らすのはですね、まあ、かなり難しいのと音がばらけてしまうので、まあ、ゆっくりなテンポ限定っていう感じですね。みたいな感じです。はい、というわけで今回はスレーベルの解説でした。クリスマスに向けていい感じにシャンシャン鳴らしてあげてください。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの情報やレッスンなど配信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。